一つあるとする。二人の飢えた人にそれを与えたとしよう。彼らはそれを分け合うだろうか、または独り占めしようと殴り合うだろうか。まあどちらにせよ二人だと話はシンプルだ。パンはどちらかの胃袋に収まるか、どちらの胃袋にも収まるか、はたまたどちらの胃袋にも収まらない、そのいずれかだ。ではそれぞれ飢えた人間が100人いる国が2つあったとしよう。パンは100個、パンを作るための小麦の種が100という方が想像しやすいかもしれない。2つの飢餓に苦しむ国、100の小麦、それで何が起こるか想像がつくかい。多分普通はこうなるんだ。いた、こっちだ。随分と派手にやられちゃったね。おっと、僕のこと見えてる？ぽいね。はじめまして、生と死の狭間、誘拐へようこそ。ノリ悪いな。ま、いいけど、僕の名前はアリエス M で、君のお名前は？ルックスもまあまあだし、僕が見えるってことは君になすべきことがあるってこと。君ならできるかもしれないね、この戦いを終わらせることが、この地上に変革をもたらすことが、戦いに苦しむ人たちを救うことが。まあ、すべては君次第なんだけど。おい、大丈夫か？ニーナ、こいつを蘇生させてくれ。了解。ほら、お友達が起きろって呼んでるよ。あ、そうだ、大事なことを忘れてたよ。いずれ彼女が君の前に現れるの。その時は彼女を助けてあげてね。それが君にとっての変革の第一歩になるから。また会いましょう。じゃあね。しっかりしろ。大丈夫か？ウィルオドライバー、無事だな。お前のアクセサリーは行っちまった。おい、どうした？カニヘルススキャン終了。意識障害の兆候を確認。お前また記憶喪失か。
しゃあねえ、とっととこのボランティアを終わらせるぞ。しっかりついてこいよ。記憶だけじゃなく命まで失いたくなかったらな。まず敵アブダクターを探す。行くぞ、俺が先行する。ついてこい。どうした、このデカブツが。大丈夫か、カルロス。ウーベカ、お前今まで何してた。遅れてすまない、少しトラブルがあってな。別に構わねえよ、この程度のやつ俺一人でも十分だ。そう言うな。さあ、アブダクターを仕留めるぞ。来たぞ。帰ってきた。切れたら補給するんだ。攻撃を受けて負傷したら前線から離れて少し休む。そのうち傷も癒えるはずだ。抜けた傷をすぐに癒したいが回復をする。やったな。結局お前記憶が戻ってないんだってな。お前みたいに催眠学習の定着が悪いやつにはよくあることらしいが。やれやれ、じゃあまた最下層の豚箱行きか。ま、お前ならすぐに戻ってこれるだろうが。おっと、お出迎えが来たようだ。あなたは PT 法において記憶財産忘却罪を含む256個の違反を犯しています。再生プログラムの受講並びに第一階層からの再出発を命じます。難儀なこったな。まあおとなしく勤めて早く戻ってこい。これも何遍言ったか覚えてないくらいだがな。トラビトさん、おはようございます。これから社会不適合者再生プログラムを開始します。あなたは申請のボランティア執行中に不注意から記憶という名の最も重要な財産を喪失してしまった社会不適合者です。この社会不適合者、おたんこなすうるうる。あなたには再生プログラムの受講義務と第一階層からの再出発並びに100万年の懲役を設定します。よろしいですね。できました。標準的な態度を示すことは社会適合の第一歩です。では再生プログラムを続行します。おや、
あなたのアクセサリーは前回の戦闘で大破していますね。それでは、共同汎用監視者、アクセサリーを新たに提供します。初期設定の希望があれば指定してください。初期設定申請が受理されました。以後はこのアクセサリーの指示に従ってください。アクセサリーは共有財産であり、社会貢献をするための大切なパートナーです。命令を遵守し、正しく、優しく扱ってください。さあ、我がパノプティコンの安全のために、今日もボランティアに勤しみましょう。レッツ貢献。スキャン対象者とユートペディア登録情報の一致を確認。アクセサリーのユーザー認証完了しました。私は共同汎用監視者アクセサリー、あなたのパートナーです。どうぞよろしくお願いします。ただいまより再生プログラムを開始します。よろしいですか？あなたは船人PT 法に違反した乗案罪者です。あなたに科せられた刑罰は懲役100万年。懲役を終えるまで自由を得ることはできません。本パノプティコンのすべての情報を統合管理しているデータベースです。あなたに関するすべての情報は常に私の目を通じてユートペディアへ記録更新され続けます。あなたが生きている限り。この牢獄都市パノプティコンにおいて、ただ存在しているだけの人間は重罪なのです。よって、あなたには100万年の懲役に服していただきます。パノプティコンは、人類史上最善最良のシステムで人間の幸福を追求する都市国家です。人間が生きていくために必要な諸資源はすでに枯渇し、人類が存続するには圧倒的に不足しています。この過酷な環境下で生き残るため、人類がその英知を結集して選択したのが、資源と技術を集約することで、絶対的秩序の構築と徹底した安全保障、全体幸福の最大化とその適正な分配を現実にするパノプティコン型都市国家です。ここでは何も生み出せず資源を消費するだけの人間は、その存在自体が罪となります。あなたは自分の罪をあがらわなければなりません。食材がなされるまで、あなたに自由はありません。逃亡は禁じられています。自殺は禁じられています。労働を拒否することは禁じられています。横になっての睡眠は禁じられています。未来を語ることは禁じられています。その他、権利として勝ち取っていないことは、すべて禁じられています。あなたが規則を破ることがないように、私が常にあなたを監視します。ようこそ、幸福の牢獄都市、パノプティコンへ。
あなたは船人、重犯罪者です。本来、あなたに与えられる理由はありません。しかしあなた自身が幸福を希求し、また本パノプテコン全体の幸福へ貢献することによって、あなたは恩赦を得ることができます。恩赦を受ければ、刑期を減らすことができます。100万年の懲役を得れば、あなたは自由を得られます。また恩赦によって、さまざまな権利を獲得していくことも可能です。労働を通じて、あなたと本パノプテコン全体の幸福増大に寄与し、それを享受することです。生活環境の改善や、日常行動の制約解除など、さまざまな権利があります。しかし、今のあなたには、何の権利もありません。ただし、本パノプテコンへ貢献することにより、あなたはそれらの権利を獲得していくことができます。獲得できる権利の種類も、あなたの貢献度と高度の上昇によって増えていきます。本パノプテコンへの貢献度によって、あなたたち船人には8段階の高度が与えられます。上位の高度を得るほど、より多くの権利が獲得できるようになります。また本パノプテコンは多層構造を成しており、上位の高度取得者ほど、生活環境の良い階層に居住できます。上位の高度を取得するには、上位高度取得講師を受ける必要があります。上位高度取得講師を受け、その成果が生産計画局選定員によって合格と認められれば、昇格することができます。ただし上位高度取得講師を受けるには、各高度で講師参加条件を満たす必要があります。なお、あなたの今の高度は、第一高度。ここは第一階層の独房。つまり、あなたは最下層のポヤ人です。まずは第二高度への昇格を目指すことをお勧めします。本パノプテコンの幸福へ貢献することがあなたの幸福であり、それを享受することはあなたの義務です。その努力と献身が評価され、恩赦を得て懲役を終えることができれば、あなたは自由になることができるでしょう。私は監視者であると同時に、あなたの貢献活動をサポートするパートナーでもあります。質問がありましたら、お答えします。質問をどうぞ。本パノプテコンへの貢献活動には、さまざまな種類があります。あなたたち船人にとって、最も一般的な貢献方法は、本パノプテコンの幸福増大を目指す活動、ボランティアを行うことです。現在、地上に残されたわずかな資源をめぐり、パノプテコン間で資源の争奪戦が発生しています。ボランティアは、この資源争奪戦を生き残り、本パノプテコンに幸福をもたらすための活動です。その主な内容は、適正パノプテコンに奪われた資源の奪還や、
本パノプティコンを侵略しようとする敵の排除などになります。あなたに適したボランティアがトガ人の降伏気球を解除する安全保障局ボランティアキャンリブから敵に発行されます。ちょうど今あなたに最強イクボランティアが発行されました。あなたは記憶喪失により経験と基本的知識を失っています。その欠落を補填しあなたを教育し直すためのボランティアです。再教育ボランティアはパノプティコン内にある模擬戦闘場で行われます。トガ人管理メニューを開きボランティアリストから再教育ボランティアを申請してください。ボランティアの申請を確認しました。これから模擬戦闘場に向かいます。ただし第一コードのトガ人は独房と戦闘区域以外の風景を見ることは禁じられています。よってここから模擬戦闘場到着までの間資格を制限させていただきます。再教育ボランティアでは音声であなたをサポートします。そのまま進んでください。フロア内の敵を一掃してください。でした。再教育ボランティアを終了します。お疲れ様でした。再生プログラムの進行に伴いトガ人管理メニューに新たな機能が追加されました。追加された機能は所持品リストです。先ほどの再教育プログラムで得た報酬はこちらのリストから確認できます。あなたに次の再教育ボランティアが発行されました。新しく発行された再教育ボランティアを申請してください。ボランティアの申請を確認しました。ここから模擬戦闘場到着までの間資格を制限させていただきます。再教育ボランティアでは音声であなたをサポートします。そのまま進んでください。敵の胸部にあるケージに溶弾攻撃を行ってください。ケージはロックオンが青く表示されます。邪魔よ。シビリアンを護送機まで運んでください。だからあるわね。お疲れ様でした。再教育ボランティアを終了します。お疲れ様でした。先ほどのボランティアで再生プログラムを終了しました。再生プログラム終了に伴い
トガビト管理メニューに新たな機能が追加されました。追加された機能は武装整理です。武装整理を使用すればボランティアに携行する武器や戦闘用アイテムを選ぶことができます。ボランティア申請の際は必ず武装を確認してから申請することをお勧めします。またトガビト管理メニュー内オプションの操作設定に新しいタイプが追加されました。自分に合ったタイプを選んでください。再生プログラムの終了により正規のボランティアを申請する権利の解放が可能になりました。最教育ボランティアで得た恩赦ポイントで安全保障局発行ボランティア参加権の権利解放申請を行ってください。貢献案内申請から権利解放申請が可能です。貢献案内申請にはダイモニターからアクセスができます。安全保障局発行ボランティア参加権の権利解放を確認。早速、あなたに正規のボランティアが発行されました。ボランティアを申請する前に質問がありますか？適正タロプティコンのアブダクターに奪われたシュゲリアムの奪還です。他に質問はありますか？シュゲリアンはあなたたちトガビトと違って高い知能を持ち、その技術力でパノプティコンの幸福に貢献する人的資源です。シュゲリアンには人類が生き残る上で物的資源以上の価値があるため、常にパノプティコン間で争奪の対象となっています。他に質問はありますか？シュゲリアンを搬送するための大型生体兵器です。今回のボランティアの目的は敵アブダクターからシュゲリアンを奪還することにあります。目的はあくまでシュゲリアンの奪還であり、敵アブダクターの殲滅ではないことに注意してください。他に質問はありますか？正規のボランティアは本パノプティコンの外部で行われます。現地まではトガビト運搬用車両派遣護送車で移動することになります。準備ができたらボランティアを申請してください。また正規のボランティアは模擬戦である最強イクボランティアと異なり、敵の攻撃を受ければダメージを負います。ダメージにより撃破されたとしても、継戦力を消費することでボランティアに復帰することが可能です。ただし、継戦力が尽きるとボランティアは失敗となりますので、注意してください。ボランティアの申請を確認しました。ここから派遣護送車到着までの間、資格を制限させていただきます。なお、今回のボランティアからあなたのパートナー兼監視者として、私もボランティアに同行します。私に指示を出したい場合は、アクセサリーコマンドを使用してください。それでは派遣護送車へ移動します。外に出てきたか。
思ったより元気そうで何よりだな。よう、ウーベ、こいつがさっき言ってたシャズなやつか。お前が拘束されている間、代わりに入ってきた新しいトガ人だ。ま、よろしくしてやってくれ。お前、記憶飛ばしてるんだって？だっせ。ああ、悪い。俺の名前はマティアスってんだ。ま、よろしくな。お前とボランティアに同行する。お前たちの教育指導を任されたんだ。めんどくせえが、まあ改めてよろしく頼む。ET 上層部もこんなおっさんじゃなくて綺麗なお姉さんをつけてくれればよかったのにな。マティアス、そりゃお互い様だ。何人か優秀な奴がいるという話は聞いている。無事に第二コードに上がれればそのうち会えるかもな。パノプティコンを省略して BT って俺たちは呼んでる。クソ長くて言いにくいからな。さて、サクサクっとシビリアンを助けてこんなちんけなボランティアを終わらしちまおうぜ。お前本当に何もかも忘れてんだな。シビリアンってのはすっげえ頭いい連中で、ここにあるもん全部作ってんだよ。あれだ、頭脳労働者ってやつだ。俺たちみたいに命がけのボランティアはない代わりによその BT にさらわれちゃうかわいそうな連中だな。さあ、準備はできたか。そろそろボランティアを始めるぞ。今回のボランティアは捕獲されたシベリアンを奪還することが目的です。規定時間内にシベリアンを護送機に搬送してください。フィールドでは補助武装アイテムや医療補助アイテムを取得することができます。随時補給を行ってください。現地では敵対勢力の妨害が予想されます。特にアブダクターに注意してください。その攻撃は非常に強力です。シベリアンが捕獲されている場合はケージへの攻撃が有効です。なお、護送機はシベリアンをケージから解放すれば出現します。シビリアンがすでに反応を受けたにより捕獲、直ちに目標に近づきこれを救出してください。戦域から離脱されると面倒だ。急ぐぞ。俺の実力を見せてやるよ。ユーユー排斥、戦闘が始まっています。至急応援に向かってください。反応未着を目視、ケージを破壊しシベリアンを救出してください。ウィルオーの力がなくなればケージは自壊する。まずは奴の体力を削っていけ。任せとけってな。敵アブダクター攻撃性存在、注意してください。敵アブダクター一時的に無力化、追撃を提案します。護送機の出現を確認、出現地点を転送します。うっしゃ、やるじゃねえか。
こいつは俺たちが引きつける。急ぐんだ。シベリアンが解放されました。護送機まで搬送してください。良いな。シベリアンの楽観を確認。ボランティア成功です。楽勝だぜ。よくやったな、二人。ボランティアは成功しました。保証局管理部へ報告します。資源や戦闘用アイテムを生産局へ納品することでより多く御社が受けられます。バイタルに極度の低下が見られます。効率的な貢献を行うために休息が必要です。休息を取りますか。あなたには横になって休息する権利がありません。罰として刑期を加算します。やあ、また会えたね。ここは誘拐、今と夢の狭間、生と死の境界線上。ねえ、僕が前に言った言葉覚えてる？ありがとう。じゃあ話が早いね。きっともうすぐ彼女に会えるよ。でも彼女は今助けを必要としてる。だから早く見つけてあげてね。彼女は変革に必要な存在だから。君、眠りが浅いみたいね。じゃあ続きはまた。